す広ひ丸昭和2年8月8日は、明治の地方官僚、経済人、財団法人立命管理時、東山天皇の団系七世子孫である。右大臣、徳大寺金糸の四、男として、京都に生まれる。兄に、公爵、徳大寺左根ね皇尺、ね、西恩寺金持、白爵、中野院通気が、弟に、男爵、住友友糸がいる。 兄金持ちがフランスへ留学のため渡航する際、サイオン寺家の断絶を憂慮した父の命で、急遽金持ちの養子となる。しかし、飛行機の研究に多額の資産を投じんするなど、浪費癖があり、甚だしく素行が悪かったために、軽視の座を廃され、サイオン寺家から席を外され、実家の特大寺家からも入席を拒否されたため、母方の末広家を継いだ。 その後、西音寺家は、長州藩最後の藩をもだった公爵毛利玄徳の、八尾八郎を金持ちの長女、新子の婿養子用紙に迎えて、死子としている。明治25年前後に、明治法律学校に学び、茨城県官僚を経て、朝日生命の幹事として財界に席を置いていたが、1900年、中川小十郎が開設した京都法制学校の会計幹事に就任。その後、 財団法人立命館の学園理事となり、在職中に死去する1927年8月まで学園の運営に尽力した。ありがとうございます。